うわー、プルンプルン。うわー、うん、自分で焼いたけど、めちゃくちゃ美味しいです。本当に美味しい。今回は、まあ、江戸前の卵焼きでちょっと甘い卵焼きを作っていきたいと思います。まずですね、卵10個、はい、どうですか、ね、卵10個、まあ、なるべくね、まあ、良さそうな、鮮度の良さそうな卵を選んでください。それと、これだし汁ですね。だしが 180cc です。で、今回だしはね、やっぱり家庭でも、まあ、作れればいいかなっていう感覚なんで、この、まあ、顆粒だしですね、本だしを使ってます。はい、もちろんだし作れるよって方は普通に昆布とかかつおだしで取っていただければと思います。あとはですね、これ砂糖、砂糖が 60g ですね、はいはい、それで、醤油が、15cc になります。で、酒が、10cc のみりんが10cc になります、はい、まずはじゃあこのだしを 180cc 入れていきます、はい、そうしましたら砂糖を入れていきます。で、ここで、まあ、砂糖をしっかりと混ぜますね。で、もしね、混ぜないだったら少し火にかけて温めてもいいんで、まあ、溶けるようにこう混ぜます、はい、そしたらね、酒 10cc、 みりん 10cc、ね、で、これである程度きれいに混ぜていきます。で、ポイントは醤油は一番最後に入れるというのがポイントです、ね、醤油先に入れてしまうとですね、やっぱ香りが飛んでしまうんですね。醤油は最後に入れることによって、この醤油の香りがすごい引き立つので、最後に醤油というのは入れるようにと、はい、はい、それで全部混ざったら最後に醤油を、15cc ですね、 15cc 入れていきます。はい、こんな感じですね。でもちろんね、もっと甘いのがいいっていう方はもっと砂糖入れてもいいし、これあくまでもね、まあ基本の分量になりますので、はい、そうしましたらこれが全部合わさったら、卵10個に対してこの合わせただしを 180cc この卵の中に入れていきます。入ります。はい、入りました。そしたらね、ここでポイントなんですけど、泡立て器とかで混ぜないってことで、必ずこの箸を使ってこう白身をこう切るように混ぜていくっていうのが重要になってきます。これをですね、ただガーッと混ぜてしまうと泡がどんどん立ってしまって、焼いた時に酢が入ってしまうんですね。こう丸い気泡っていうんですかね。それなので、なるべくこの白身を混ぜることによって、その焼いた時に中に空気が入らないように、するためにですね、泡立てないで切るように、これをパッとやってしまうと泡が立ってしまう。こういう感じで白身を切るイメージで切る。はい、そうしましたら、ある程度混ざりましたら、最後にやっぱりこの中に、まあ卵の殻とか、まあ、そういうのが入ってしまうので、最後にこして、そうするとね、生地もやっぱり滑らかになります。
まあ、こんな感じですね、はい、そしてこれが卵の順になります。卵焼きの順になります。それでは、卵をこれから焼いていきたいと思います、ね、これ卵の専用のフライパンになります。で、ね、これはもう最近では海外でも結構ネットとかでも手に入りますし、こういう四角いね、でましてこれはですねプロ用なので、まあ、銅でできた鍋ですごい熱が伝わりやすいんですよね、はい、こういうです結構重いんですよこれ、ね、結構軽そうに持ってますけど多分2キロぐらいはあると思います、はい、そのくらい重いバンになります。で ね,、はい、でね大事なのは一つ言えることはあまり油を使わないで焼くっていうのが非常に、まあ、美味しく作るコツなんです。ただやっぱり非常に難しいんですね。じゃあ今からどういうふうに焼いていくかっていうのを、焼いていきたいと思います。まずですね火はなるべく強火で焼いていくっていうのが大事。強火で焼くことによってやっぱり卵はふんわりと焼けるんですね。それを卵を弱火でゆっくりやってしまうとベトーっとした卵焼きになってしまうのでポイントとしてはなるべく強い火力で卵を焼くっていうのが重要になります。で、ね卵を焼く上で一番大事にしなきゃいけないのはやっぱり温度なんですね。温度をしっかりとやらないと美味しい卵焼きが焼けないんです。今火つけてますが、そしたらまずね箸で卵焼きに卵をちょっとね乗せてあげる。今すぐね見えますかね、置いた瞬間すぐこれ火が入りますよね。これね温度がもう強いんです。だから一回これをね火から離して少し冷ましてあげます。じゃあどのくらいの温度がベストかというと置いたら 1,2 秒ぐらいで卵が火が入るぐらいがいい温度って言われてるんです。ちょっと今抜きあってもう一回置きますよ。このくらいがいいんですよ。12秒ぐらい 1,2 これ早いんですね。ジュッ、はい、だからちょっと温度をここで少し火から離らかして冷ましてあげます。はい、じゃあ置きます。このぐらいですね。もう一回いきますよ。1,2 10っていうぐらいです。この温度を常に保ちながら焼いていくっていうのが非常に重要になってきます、はい、じゃあ今から焼いていきます。はい、じゃあもうこれで大丈夫ですね。じゃあ今から卵を入れていきます。でこう入れた時にジューって音が鳴らないようだったらこれは良くないんですよね。入れた時にジューって音が鳴る、はい、そのくらいまでフライパンは必ず熱してください。でここでねこの気泡泡が出たのをしっかりとここで潰してあげないと巻いた時に中に空気が入ってしまうんですね。しっかりとここでまずプチプチと、はい、そしたらある程度火が入ったらまず3回転いきます。1回転2回転とこれまず三つ折りにしてあげる、はい、そしたら次のポイント卵の下に火を置く。で上に油を引いてあげます。そしたら今度はこの卵を上に持ってったり、そしたら今度はこの卵の下に火を置いていく。常に卵の下に火が行くようにっていうのもすごい非常に重要になってきます、はい、そしたらまた卵を入れていきます。これジューってね音が、はい、そしたらこの卵の下に入れていくわけですね。この卵の下に今の生地を流し込みます、はい、そしたら横をしっかりと決めてもう一回3回転回していきます。 1,2 これで3回転回します。そしたらまた
卵の下に火を持ってって上に油を引いていきます。で油引いたらまた上に卵を移動にして卵の下に火を持っていく。で油を引きます。はい、そしたらもう一回卵を入れていきます。卵を入れたらこの卵の下にこの新しい卵の生地を下に引いていきます。という感じですね。でまたこの気泡が出たらちゃんと潰してあげます。はい、そしたらね全部この火が通らない結構半熟の状況で返してあげる。じゃあ返していきます。はい、返します。いいと、こういう感じですね。はい、そしたらまた卵の下に、あとはこの繰り返しでどんどん巻いていきます。どうしてもね、フライパンとかくっついてしまうと思うんですけど、別にくっついてもあんまり気にしないでください、ね、気になっているとどんどん温度が上がって焦げちゃったりしますので、もうそこは気にしないでどんどん作っていきます。で もしあれだったら、もし温度高いなと思ったら外すとか、ちょっと火をね若干弱めてもいいです。そこはねうまく調整してください。はい、じゃあ今からまた返していきます。いきます。よいしょ、こういう感じですね。はい、さあだんだんねこれを回すことによって、あの雪だるまじゃないですけど、だんだんね卵が大きくなってきます。で油もいっぱいつけないで、なるべく薄く引くっていうことがね、あのやっぱどうしても油入れすぎちゃうと臭みが出てしまうので、臭みとかあと色が黒くなってしまうんですね。はい、下に入れていきます。あ、火強いなと思ったら少し外してまた乗せてあげる。これでもう大きさは十分整ったので、最後はですね送って油を刺したら、ここから今度は弱火にします。最後だけ火を弱火にしてあげる。で最後はやっぱりここの生地をきれいにしたいんですね、周りの。だ最後は弱火にして、まあクレープのように薄く今度は地を引いてあげます。すると薄く引いてあげる、最後は。はい、で薄く引いて、で弱火で最後は、はい、でまだ火が通らないうちにこれで返してあげる。よいしょと、はい、そうするとね生地が最後外側だけきれいになりますので、はい、そしたらまた火を戻してですね、今度はこういう木蓋っていうのがあるんですけども、これで形をきれいに整えていきたいと思います。こういう木蓋ですね、こういうもの、はい、まずこの角をしっかりと卵を決めていきます。やっぱり何でもそうですけど、あの寿司でもですね、きれいに角が立つと見栄えもきれいで美しくなりますので、でこの横をしっかりとこう焼いてあげる。そしたら今度こっち側に、まあ、ちょっとくっついちゃうけどね、まあ、くっついても気にしないでください。はい、そしたら今度はこれを返して、またこっちの角を、ここでちょっと軽く焼き色をつけると、あのちょっとね焼き色があった方が味も香ばしくて美味しくなるんで、でここで形をきれいに整えてあげます。はい、よいしょよいしょと、
いでーす。寿司屋の卵焼き完成しました。いい香りですね。うわー、プルンプルン。見てください、これプルンプルンしてますよね。これやっぱりね、強火で焼くからこうやってプルンプルンになるわけですよね。うわ、美味しそう。それではいただきます。いただきます。もう自分で焼いたけどめちゃくちゃ美味しいです。本当に美味しい。なんかね、笑顔になりますよね、美味しいもの食べるとね。はい、プルンプルン、最高ですね。こういうプロ用の四角いフライパンじゃなくても、あの丸いフライパンでもですね、あのオムレツのような形でももちろん美味しく作れますので、あのぜひともね、家で皆さんね、あの気軽にチャレンジしてみてください。もしよろしければですね、あのチャンネル登録、また、面白かったらグッドボタン、面白くなかったらグッドボタンでよろしくお願いいたします。